哲郎、こんなんじゃ足りないよ、俺たち。大丈夫なの？おいおいおい、矢沢。何？前菜って言ったやろ、お前。それが、これからの本だよ、お前。何？やべえ。うわぁ、やばい。メガ盛り、うどんでカルボナーラ。え？6キロや。6キロ6キロ。卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビということで、東京ラブストーリーからの第2弾の飯が出てきました。こちら、うどんでカルボナーラ、うどんでカルボナーラ、15玉約、6キロぐらいじゃないかと、はいはい、ということなんですけども、まあ動画的にさ、はい、OV だからこれは、はいはい、一人で食べた方が絶対面白いから。そうですね。ということで、はい、カツくんの実食スタートです。カツくん、カツくん、早いよ。食いにくいよ。まだ食べてない。サクだった方がいいだよ、それは。じゃあカツくん行け。いただきます。お、いただきます。お、卵まずだもん。お、麺が動かない、ね。麺動かないよな。重いな。うわ、これ卵って何個入ってるんですか。卵何個入れた。10個ぐらい入ってたの。10個。卵10個食うだけでも結構さ、きついよな。すいません。いいよ、いけ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 、いただきます。うわぁ、いけるな、いける、これ。まあ、本当のこと言っていいですか。、うん、いけないっすよ。いや、重いな、麺が。うわ、もうこれ一玉あるんじゃないの、普通の。この一口が見るだけお腹いっぱいになりそうです。すごっ。でもうまいよね。うん、匂いがすごくいいですね。うん、おいしそう。いや、すごいおいしい。おいしい、おいしいです、おいしい。おいしい時は、いや、俺ないんですよ。ないんですよ、俺。巻いておいしい時は、おいしい。巻いて食べてないか。次行け。あー、すごい重量感がやっぱすごいな。一口がさ、うどん一玉分ぐらいあるよね、これ。いや、そうしないと終わんないですよ、本当に。行け。ということで、カツくん、だいぶ、だいぶ減りました。遅いよ。もうだって、ね、手が疲れちゃってお箸握ってらんないからスプーンに変えて。サツくん、あと少しです。あと少し頑張ってください。これで普通のうどんの大盛りぐらいあるのかな。もうでも一玉分ぐらいあるのかな。一玉、いや、一玉半ぐらいかな。ということで、カツくん、ようやくここまで来ましたけど。なんかガス君、160キロもあるのにさ、辛いの。お願いします、これ食べて、うん、完食です。カツくん、いけ。カツくん、カツくん、カツくん、ラストスパート。カツくん、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 
カツくん、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 カッコメ、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 ラストのカッコメ、ハハ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 カツくん、麺だけはちょっとさ、残しちゃうとなんかちょっとズルしたみたいになっちゃうからそうですね YouTube ってやらすとか無理だからさ確かに開けもんいけ、カツくんカッコめカツくんすくえねえじゃん、もうおラスト。うわあいった。カツくん完食でーす。やったー。やったカツくん。おお。すげえ。こんなに食えてつって幸せもだな。ということでね。カツくん。鉄道。はい。カツくん完食しました。あおめでとう。もうデブの鏡よ。ちょっと揺らさないで、揺らさないで、揺らさないで、揺らしちゃいけない。勝君、この後まだちょっと飯出てくるんだけどさ。ということで、東京ラフストーリー編第2弾、勝君のうどん15玉、はい、約6キロカルボナーラということでね。そう、はい、皆さん、ぜひこちらで挑戦してみてください。何時間かかるかは。ちょっと飽きちゃったもんな、俺ら途中な。途中だ。ということで、これからもエクヤザ軍団と東京ラフストーリーをよろしく。よろしく。バイ。